千、寺氏寺は、福井県福井市にある浄土新州の寺院で、新州三門と派の本山である。三号は中野山。本尊は阿弥陀如来。昭和三年、和田門との序道が越前国大町に大町千秋寺を建立して、付近一帯を布教して以来、大町千秋寺は序道教団の中心寺院として栄えていた。が、 序道が大谷平等の各女の弟子になるなどしたため、教団は本願寺と近い関係にあった。序道の死後はその次な女上が、教団指導者、大町千秋寺、第二世についた。そしてその子吉金が、第三世、さらに第四世坊と継がれていったが、女女吉金坊と立て続けに、浄土宗に傾倒し、 門徒が離れていき衰退してしまったために影響7年、第四世坊は、本願寺、第六世行女によって破門された。残された大町千秋寺の門徒は、序密の弟子であった、聖願寺堂願いの子清一を、教団第四世として新たに擁立し、さらに大町千秋寺から離れて、越前国阿蘇和軍に、中野線、寺市寺を建立して三門徒派の再興を図った。 室町時代には、室町幕府第六代将軍、足利義則の記憶を得た。天正十年1582年には、北の省に移り、天正十三年には、大木町天皇の直眼書となった。江戸時代に入り、享保九年1724年に現在地に移っている。この時同時に、天台宗明法院門跡の院下となった。天宝八年には大火により、 ご本堂、三影堂をはじめすべての建物が全焼してしまうが、その後復興した。明治時代に入って、新州大谷派に合同したりしたが、明治11年1878年独立して一派、新州三門と派を構成した。しかし、昭和23年6月28日の福井地震で、三影堂以外の道東伽藍はすべて倒壊した。その後、復興の努力が続けられている。 ありがとうございます。